どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。カッパンか。カッパンか。サッピ君。はい。今日はハイウェイ。ハイウェイオアシス。今日はミーティングでございます。はい、ブラジル人。わ。どこ行った？ちょ、大して変わらんすよ。サッピー、はい、メンバー募集しない？募集す。メンバー募集する？はい。する？はい。じゃあなんか、じゃあ最近すいません、メンバー入りたいって言って何件もメール来てて全部スルーしてます。ただし自転車はダメですよ。自転車、あ、なんかあった。自転車でも入れますかあれはダメ、自転車はダメ、車にしてくださいね。さすがに自転車でチャリンチャリンとかれても困るよということで、じゃあ募集地域岐阜管轄ひさっぴくん、はい、ブラジル管轄ニーナくん、俺はい、静岡の管轄が風雅ちゃん、あと愛知管轄はトールちゃんじゃない、ユージーさん、あれ、はい、遠いなユージーさん、はい、こっち来てください、はい、愛知管轄で、あと三重管轄はあれ、はい、あ、三重、りょっぴ三重管轄、あ、ジムニー管轄は、はい、はい、とはい、じゃあまずこっちからブラジル、岐阜、三重、愛知、ジムニーの静岡で募集しますので、ぜひよかったら皆さん、あ、メールから、下のメールから応募してください。ジムニー募集してよ、少ないんだジムニーがジムニー、ジムニー何台ある今、5、6台ぐらいですね。ジムニーもっと欲しいです。一緒に走りましょう。あ、愛知県の方か、愛知まで来れる方にしてくださいちょっと遠いってきついということなので、今日はさらっとみんなのから紹介してもらうか。さらっと、もう顔合わせみたいな感じだから今日はね。えさっぴ、はい、あのブラジルはこちら担当なんで、あ、各それぞれからメールが行くと思うのであ、みんな募集あったらメールしてあげて、 LINE でいいから、はい、じゃあブラジル人の方はこちらでお願いします。こちらまでこちらまでこちらまでブラジル担当ね。じゃあひさっぴ君、みんなの車紹介してもらいましょうか。はい、じゃあやっていきましょう。やっていきましょうってのやっていきましょう、楽しみましょうかじゃあ見ていきましょう。じゃあひさっぴ君、はい、見ていきますか。はい、みんな集まってくれたからね、せっかくだから。あの、ね、違う、ほら正月の時にさ全部紹介できなかったから。あー、確かに。そうだから、でも全部じゃないんだよね、これで半分ぐらい、半分ぐらい、しょうがない、なかなか時間が合わない。まあ俺の車はいいや何回も見とるね。僕のもいいっすよ、僕のさっぴのはもういい。あ、僕のももう見やもう見やきたい。鹿紹介しんでいい。大丈夫です、もう直すんでね。鹿もう直すんでね。鹿がぶつかったって紹介しんでいいもういい。いや、もういいもういいもういい。叩かれるもんで、叩かれるもんね、叩かれる。さっぴ、あんまいらんこと、叩かれるで気をつけなかよあ、あれ、こうやって出たっけ。もうまだ出てないね。出てない。あ、じゃあこの動画でこれも出てるわ。あー、ユージーさん、愛知管轄のユージーさん、 LSはい、LS、 LS、 LS、 リミッターカット仕様の、LS 高速バンバン通すもんで、ね、よろしくあ、ダメダメ、ちょっと口が軽いもんで、ね、あ、これ取材シリーズ出しちゃったもんな。取材シリーズと以下同文、以下同文ちょっとさらっと流してていい。さらっと流しようか。あ、出た出た、ジムニー管轄。あれ、ちょっと全然企画考えてくれんじゃん。自分に企画考えてって言ってんのに企画考えてって言ってんのに、ちょっとほんとジムに乗ってる人来てね、お願いします。お願いします。2サイクル限定。全然来ない、全然来ない全然来ない全然。ちょっとさ、さっきからおかしくない。え、この子もボコボコだけどね。これこれ見て、これ何これ。いや、ミニ四駆入れてます。は、ミニ四駆。あ、ジムに2台乗りなんでしょ。はい、見て、セカンドジムに、セカンドジムに、やばいやばいやばい、ほらほら、威嚇してる威嚇してる。一枚 JB 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 4-3。ちょ、これそれすごいんだよね。これ動くんでしょ、これ後ろの。いや、そうそうおおおおもういいって、もういいって、バイバイじゃあ次行こうか。はいこれ何、オプション。オプション
これ何？これ何？これはこれ何？下駄？下駄。今日は履かないの？履いてました。履いてた？わざと乗っけたの？まだぬくもりあるみたいですよ。あ、俺が履けたやつ着てる。着てますよ。着てる。なんで下駄、なんで下駄履くの？あれってこれ車高が高くなってる。あれ車高高くなってる。高くなってますね。サインチアップしたんだっけ？え、後ろ見てください。ガクン来てよ。ガクンと。ちょ来てよ、ちょっとサインチアップしたの？はい。いくらかかったの？20万ちょっとですね。赤赤。え、全部で？タイヤ回して？タイヤと込み込みで20万ちょっとですね。赤。で車高灯つけるだけし、20万とか。で車いくら？車は33ぐらいですか、ね、大して変わんねえじゃねえか。ちょっと問題があるぞこれ。からのひさっぴ、はい、だいぶ下がったな、ちっちゃくなったな。ちっちゃ。あれ誰これ、俺これあれと間違える、フーガちゃんと間違える。あーあれ龍はちょっとこれね、ヤンキーが乗ってた、ヤンキーがやからが、ヤンキー龍はあれ、ヤンキーくんおはよう。おざす。元気？元気です。どうしたのこれ、喧嘩したの？いや喧嘩してない。誰殴った？いや誰も殴ってない。いややめてください。何折れてる？振り振りじゃないです。いや折れてんの？なんか紹介してる車。え、イカリングついてるこれ。自作？自作？やっぱ買いましたね。あ、自作だぞ、買ったの。はい。自作じゃないの？じゃない。風ね、ひさっきも自作風じゃん。風っすよ。CF ついてね。なんでマーク2ブリット買ったの？いや、前から欲しかったです。欲しかったの？前クオリス乗ってたね。いや、クオリスじゃない。あれ何？カムリです。カムリ？カムリです。チーン。え、カムリなの？あれクオリスじゃないの？カムリのグラシアです。ニトラ？ニトラ？あ、ニトラ。俺クオリスかと思ってた。あれ今さらクオリスじゃないんだ。もっといじろ。いや、まだ買ったばっかなんで。買ったばっか？買ったばっかでマフラー変えて車高調組んで。これから何やんの？まあ、いろいろ。いろいろだって。あ、ねえ、え、あれこの子知ってる？前ブリッド乗ってた子。ブリッド乗ってたの？はい。これ、出世したね。出世したね。あれふうかちゃんは出世したね、えらい。え、前これだったよね。前これです、この人です。何ちょっとバカにしてんだ。え、これっすみたいな。これっすみたいな。俺のより全然かっこいいですから。出世したやん。あれこれ純正色？俺純正色、ガンメタっす。ガンメタなのこれ、ブラウンに見えるじゃないか。ガンメタっすよ。ガンメタ？ガンメタっす。何ピッピーって、何ピッピーって、ピッピーって、ちょっと地面ピッピーってなるんだぜ。なんないの、なんないの、開けただけっすよ。ホイールが純正じゃん。そうっす。車高下げたの？車高下げました。出世したね。出世したっすね。スタッフ負けとれんよ。負けとれんっすね。次何やんの？ホイール変える？ホイール変えてエアロスかで、キャンバー何度？20度ぐらいどこか。いやここそれ違うだろ、これ行き過ぎだろ。20これ行こうよ、これこっちですか。いや、それおかしい。おかしい。あ、マジェスタ。待って、クラウン、クラウン、クラウンだよ。マジェスタは、マジェスタ、マジェスタくーん、リョッピー、リョッピー、ボロボロだって。来るわ、早く直そう。やばいっすね。サイドこれなんで。ええ、じゃあこの間までかっこよかったのにね。引っ掛けたらしいよ。引っ掛けて飛んでったらしいよ。え、100キロぐらいで走ったらバーン。100キロ飛んでった。でもちゃんと持ち帰って出ないね。大体はなくしますよ。大体なくすよね。気づいたらあれないとか言って。なんかなんでボコボコ言ってんのこれ。気のせいか。気のせい。気のせいか。気のせい。気のせいか。じゃあクラウンからの、あ、これブラジル仕様。これブラジル人が乗った。ブラジルの方。あれニーナ、ニーナ来て。ねえ、何その格好、ちょっと来て。何その格好、舐めてんの。寒いもん。お前さ、おい。違うっしょ、これ民族衣装なんすよ。ブラジルではこういう格好するよね。こういう格好するんすよ。え、ケイチー、ケイチー、ケイチーちょっと来て。ブラジルってこういう格好すんの。何よお前、ちょっと何やってんのこれ。寒いもん。え、ブラジルってこういう格好するの？あ、もう車の中で装備してあります。あ、装備してあるのか。あ、そうなんだ。やっぱそういうもんなんだ。あー、え、ハーフ、ハーフ。いやいや、ハーフよりハーフっぽくない？あー、確かに。ねえ、え、兄弟ですか？兄弟。あ、親戚。え、どこ出身？ブラジル。サンパウロ出身。サンパウロ。サンパウロ。
はい、次行こう。で、ニーナ、はい、このバンパー、ちょ、ニーナ、ニーナ、これバンパー何って質問来とったよ。バンパー、カメラ向こうだよ。バンパー何って質問来てたよ、これ。バンパー、バンパーマジェスタ。バンパーマジェスタ。下から半分がね。これはこれマジェスタ。これは下から半分がマジェスタ。下から半分。ニコイチ、ニコイチどうやってやったの、教えてよ。サクッと切って。どっから切ったの、こっから、この辺から。こっから切ったの、全部。そうそう。どうやってくっつけた。ハンダコテボンド。ハンダコテ、ハンダコテ。モッコ用ボンドね。モッコ用ボンドじゃないの。モッコ用ボンドじゃ。え、待って、押していい。うん、あれ意外とガッチリついてる、これ。え、すごいね、これ。溶接したの、裏表。ちゃんと、ね、溶かしちゃった。あとちょっと本見せてよ、これ。うん、そう、おかしい音してたね、さっきね。なんか、え、見た。見ました。これさ、はい、ちょ、これ、ちょっとムーン、これ見て、これ純正じゃね。純正。ちょっと、ちょっとニーナ鳴らすよ。アリーナ、え、アリーナ。いやいや、純正だって。純正。ちょっと、これ、ほら純正本でしょ、これ。ほんとやね。あれ、え、あれ、皆さん、皆さん、これはトヨタのメーカーオプションです。むちゃくちゃトヨタのメーカーオプションです。あの、つけなかったらトヨタに行って、あのパーンってやつつけてくださいって言いましょう。嘘ばっかり、ちょっと違うんだよ。嘘です。あの、アリーナのコンデンサーついてます。ね、ニーナ一生懸命つけたんだよね。つけた。別にアリーナつけりゃよかったやん。いらんことばっかする。ダメだったの、それじゃ。なんかやだった。何やんけ。どんなにいいんすか。からの、ちょっと流す。じゃあ次見て、グッチ見えるか。グッチ映る。あ、ほんとや。グッチついてる、グッチ。ここもグッチ。なんか風が吹いてるんだけど、みんな、みんな落としてるから外したいと思ってる。ボクシー、ボクシー。あれ、ボクシーは、あ、アルファだ。ボクシーこっちは知ってるって。ね、どうしちゃったこれ。えらい様子がおかしいぞ、これ。様子がおかしいな、これ。今様子がおかしいな、これ。またこれも様子がおかしいな。ちょっとスタッフ指入れてみて、指入れてみて。入らねえじゃねえか。着地、着地、着地、着地。同じやさでもこんだけ違うね。これもおかしいね、スタッフ。おかしいっす。どうしちゃった。みんなして地面と中止で。いつも MZTV ご視聴皆様本当にありがとうございます。まあ知ってる方は知ってると思うんですけども、トップページから見やすくするようにシリーズ分けしております。はい、で、こちらの上から、まあ、DIY シリーズですね。 DIY っていうのは、まあ、みんながやりそうな感じの、よくありきたりな感じのものもやっていくので、まあ、参考になればなと思います。こちらは皆さんの愛車をぜひどんどん見せてください、応募してください。で、はい、こちら PV シリーズ、こちらもやっぱ PV シリーズもやっぱ視聴者さんの車使ってやりたいと思います。どうせやったらね、応募してくれた人に PV 作って、で、 YouTube アップして DVD プレゼント、そんな形でやりたいと思っております。で、こちらの、はい、次下、カー用品レビュー。あの、ちょっと気になるカー用品とか、これどうなんだろうと思うカー用品、どうせ使うんだったらレビューしていきたいと思います。で、それから下にもあるんですけども、ツイキャスや、Twitter もやっておりますので、フォローサポートお願いいたします。はい、それからこちら M ズムービーです。知ってる方は知ってると思うんですけど、 M ズムービーは、まあ、車と関係ない、今のこの MZTV と全然関係ないことやってますので、まあ、日頃のくだらないことばっかアップしてるんですけど、よかったら見てください。まあ、どっちかというと、あの MZTV の最初の頃の動画に近いものがちょっとあると思うので、よかったら見てください。はい、チャンネル登録してない方もこれからどんどんチャンネル登録してください。してる方はこれからずっと見てください。はい、ということなので、皆さんご視聴ありがとうございました。